韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日は、当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して、物議を醸し出したこともありました。東日本大震災の翌年で、日本国内が、まだまだ不安な状況下での、火事場泥棒じみた行動に、批判も噴出した記憶があります。さて、そんな竹島に、急展開が起きたようです。当事国以外のイギリスとオーストラリアが、竹島を日本領土だと、認識しているというのです。今回は、竹島の領有権関連について、スポットを当ててみていきたいと思います。現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾の主に3つでしょう。特に、北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に教え込まれるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。まあ、わざと、交渉のテーブルから、外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいので、嫌でも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように中国海峡局艦船と小競り合いが続いていますが、中国の実効支配を何とか防いでいる状況と考えられます。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではありません。台湾も自国領と主張し始めているのですが、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国なのです。中国は台湾統一を果たすために、尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば有利になりますから、日本は防衛のためにも、中国の台湾統一を阻止する必要が出てきました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように交渉で返還を図ることは事実上困難でしょう。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することは、できないでしょう。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なのですが、非常に残念なことに、日本の政治家に、そういう高スペックを持っている、人物はいないようです。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという無視の政治家は、皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ません。中国が、その気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至って簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による、物理的な防衛を強化していく、方法しかないと思われます。また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしていますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているそうです。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということでしょう。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でも、アメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論が、アメリカ中には一定数存在しているということです。
そして、これは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは、覚えておくべきことだと思います。こんな状況下、竹島の領有権問題について、前述の通り、急展開が起こりました。日本側の主張を裏付ける、イギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたというのです。場所は、東京都千代田区霞が関にある、領土、主権展示館でした。2021年9月28日から、領土、主権展示館では、太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする、西側連合国と締結した、サンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されていました。歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年、8月、敗戦国になった日本は、アメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で、日本漁船の操業を認めましたが、韓国名で、徳島と呼ばれる竹島が、日本側の枠外になっていたことは事実です。ただし、あくまでも、GHQ サイドの便宜的なもので、1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物領島を含む朝鮮と書かれていたのも、紛れもない事実です。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要請したそうですが、翌月に、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、韓国の要請を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領であった李承晩、李承晩は、不服として、1952年1月、いわゆる李承晩ラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、強引に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いている、李承晩ラインの宣言に、翌2月、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、今回、領土、主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことが、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた、同国外交官に送った電報も展示していましたが、その文書には、従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうです。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、最終島、巨群島、物領島に、徳島を加えるように要請したものだったのです。その破棄対象に、徳島を加えることを了承させるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要請しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。
この領土、主権展示館で掲示された日本の主張を強化する、新しいイギリスやオーストラリアの公文書に対して、韓国側は、どう出るか見物ですが、多分、今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示等によって、韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもありません。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年、平成19年、に収益させた強襲揚陸艦に、徳島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も、日本への対地攻撃を意識した潜水艦、島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。日本は、自国領土でも、一度実効支配されてしまえば、北方領土のように、手も足も出なくなってしまうので、こうした前例を無駄にすることなく、尖閣諸島が、同じ状況に陥らないように、政治的行動を期待したいものです。数年前から日本が力を注いできたクアッドタスですが、南シナ海での警護任務と合わせ、いよいよ対中包囲網が完成しつつあるようです。もともとクアッドタスは中国に対抗した枠組みでしたからね。様々な国の思惑が錯綜していますが、中国からの無視できない情報が入ってきました。中国が南シナ海に人工島を作ったことは一時話題になりましたね。その人工島が爆破されるらしいというのです。今回はこの人工島爆破について見ていこうと思います。もともとはちっぽけな島でしたよね。でも今では小さな国の面積になってませんか？中国系ネットメディアであるタタダシ新聞の報道によると、2020年7月、アメリカ政府は中国が知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命令しました。それに引き続いて、中国は実効支配している南シナ海に干渉を埋め立てて人工島を作ったのですが、そこを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いというのです。世界地図を見て、お分かりの通り、南シナ海は、海運による物流量が、世界の4分の1を占めるほどの海運物流の要所です。日本においても、中東からの原油輸入における、重要なシーレーンなのです。ここ数年、この南シナ海において、中国が20世紀初頭に自国内で定めたとする九段線の地図を根拠として水域の8割に領有権があると主張し始めました。それに基づいて干渉を埋め立てて人工島を造成した上に軍事基地を建設したりして周辺諸国との間で摩擦を広げる一因としています。中国の行動に対しアメリカは中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張している当初12海里内にイージス駆逐艦を航行させるという航行の自由作戦を展開しました。
アメリカ一国だけでなく、オーストラリア海軍などにも参加を促し、南シナ海での中国の海洋権益を認めない姿勢を見せています。アメリカのポンペオ国務長官も、中国は恐喝に等しい行動によって、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害しているとの声明を出し、強く非難しました。ここで、九段線について説明します。九段線とは別名有事線、牛舌線とも呼ばれている海上のラインです。もともとは、1953年、昭和28年、南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権と、両諸島周辺の領海、排他的経済水域、EEZ、大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国、台湾が、権利主張のために地図上に引いた、断続する9つの破線のことなのです。ここで大事なのは、当時の中国と中華民国だけの取り決めということです。海域にある国々のことは無視しているわけですね。2016年、平成28年7月、フィリピンは、オランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てを行い、裁判では法的根拠がないため、国際法違反であるとの裁決が下りました。この判決を根拠にして、アメリカは中国の実効支配への動きに反発しています。2020年7月には、先に登場したポンペオ長官が、中国の主張は違法であり、世界は南シナ海を中国の領海とすることを認めないという声明を発表したのでした。この長官の声明について、中国の反応です。北京大米国研究センター王主任は、アメリカが11月の大統領選挙前に南シナ海で武力行使する可能性があると推測を述べていましたが、ただし新聞は、ポンペオ長官の声明は、アメリカが南シナ海を奇襲するために法律的根拠を与えたものという解釈を述べています。他の中国メディアですが、香港サウスチャイナモーニングポストは、アメリカ軍は南シナ海に毎日のように複数の偵察機を送っていると断定、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行を従来にはない回数と規模で実施しているとも報じました。ただし新聞によると、アメリカが奇襲攻撃をするなら、まず中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島だろうと予想していて、次の攻撃目標は、スプラトリー諸島、南沙諸島になると見ています。さらに、中国が、軍事施設、滑走路とかを建設しているファイアリークロス礁、英諸礁ミスチーフ礁、ビズミ礁スビ礁、渚壁礁なども攻撃して破壊、周辺の暗礁もミサイルなどで破壊するだろうとも予想しているようです。最終的には中国が実効支配している環礁だけでなく、他の国が領有権を主張している暗礁なども含めて戦略爆撃機を使って爆撃し、すべてを消して、南シナ海の領有権主張紛争を一気に解決するという推理を述べているのです。血で血を洗う喧嘩が止められないなら、原因を消してしまえば、喧嘩の理由がなくなるから、すべて、解決だろうアメリカは、そう考えていると、中国が推理しているということですね。そんな単純なものではありませんし、アメリカが恨まれるだけでしょう。こういった報道に対し、北京外交筋は、奇襲攻撃前に、まずは、アメリカから、南シナ海の人工島に建設した、軍事施設の撤去要求があるはずだという見方をしています。万が一攻撃があるとすれば、アメリカの撤去要求を中国が拒否した、場合だろうとも語っているのです。その後の展開ですが、結局、
アメリカの大統領選挙前に、アメリカ軍の攻撃への動きは、ほとんど見られませんでした。あるとすれば、空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのものですから、たただし新聞のアメリカ中国海戦予想は、外れたということになります。アメリカ密輸両選挙の結果としては、共和党のトランプ政権から、民主党のバイデン政権に移行中ですから、内政で、手一杯のアメリカは、しばらくの間、中国への動きを見せることはないと思われます。しかし、南シナ海は、無視できない、豊かな海域です。漁獲量豊富な漁場があり、海底には、石油、天然ガス資源が期待できるだけでなく、前述のように重要なシーレーンでもあるのです。だからこそ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどの国々と中国との対立は、この先も収まることはなく、いずれは、代理戦争としてのアメリカ VS 中国の構図が、より鮮明になってくるのではないかと考えられるのです。九段線をめぐるアメリカ以外の動きですが、中国が自国パスポートの地図に九段線を書き入れたことに反発したベトナムとフィリピンは、パスポートの査証欄へのスタンプ捺印を拒否、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているそうです。インドは中国との国境係争地域をインド領にしたデザインの査証スタンプを作成、中国のパスポートの九段線の上に押すなどして抗議していると言います。インドネシアは外務大臣が、九段線は絶対認めらない。中国は、国連海洋法条約を遵守する義務があると、声明を出しました。同時に、九段線に接するナトゥナ諸島の陸、海、空の軍備強化に努め、北方海域を2017年に北ナトゥナ海と改称、地図に記載しています。アジアの国だけではありません。香港問題なども注視しているイギリスは、最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣、中国を牽制するとともに、今後の南シナ海での活動を見込んで、日本にも寄港して、補給基地として利用できるかどうかの調整をすると考えられているのです。そういった状況で、中国人民解放軍は、2020年8月の対艦弾道ミサイル発射実験において、ターゲットとして、実際に船を配置し、2発を命中、撃沈していたことが明らかになりました。この弾道ミサイルは、空母キラーと呼ばれているトンプー型ミサイルで、消息筋によると、中国浙江省からコチ 21D、射程距離 1500km、西部大海省から、東風 26B、4000km を1機ずつ発射し、両方とも航行させていた標的船に命中させたと言っています。このコチは、移動式発射台を使用する弾道ミサイルで、中国大陸沿岸のすべての場所から発射可能であり、発射前の探知は非常に困難なので、着弾前の撃墜は難しいと見られています。この弾道ミサイルでの船舶攻撃実験は、南シナ海有事に展開されると予想されるアメリカ空母やイギリス空母に対して、東風での攻撃が可能ということを見せつけました。アメリカやイギリスにとっては、かなりの脅威になると思われます。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊潜水艦がどんな任務についているのかご存知だろうか。日々日本領海内を防衛任務についている。そんな極秘だらけの日本潜水艦情報をキャッチ。今回は海底での領海内を侵入した中国原子力潜水艦を例に挙げて詳しく話していきますね。中国の原潜も性能はアップしているだろうが、日本はもっと性能アップしていることを思い知る出来事がありましたよね。日本の潜水艦テクノロジーと中国の潜水艦のそれの格差は異次元レベルになりつつあるのではないかという評判です。まず、日本の潜水艦は敵に音を探られない静粛性にかけては世界でも有数の高性能を誇ります。ということは最大にして最高の武器を保有しているということになります。これに対する中国潜水艦ですが、通常動力型潜水艦は爆音を立てるし、原子力潜水艦に関しても凄まじい騒音とか、潜水艦に必須の性能、それも優れたを有する海自の潜水艦。大きな音を立てて後悔する中国潜水艦は、まさに、さあ見つけてくれと言っているようなものです。なので発見するのも、至って簡単。はっきり言って、朝飯前の仕事。海中のどこに潜んでいるのかも、すぐに判明できると言います。万が一、中国潜水艦が日本海域に侵入しようものなら、海自は即防衛任務に取り掛かり、対応することになります。瞬時に対応すると言って良い海自相手というのは、中国にとっても最も敵にしたくないと考えるのではないでしょうか。今回は、そんな中国原子力潜水艦の話題です。4年前の2018年、年の初めに、発生した事件がありました。中国海軍の攻撃型原潜、昭九とみられる艦艇が尖閣諸島の近海で海面へ浮上し、自分の国籍を明かす中国国旗を掲げたという事件です。これは潜水艦にしては不可解な行動と世間を騒がせました。中国海軍寄りの意見としては、尖閣諸島が中国の領土であると見せつけるために昭九原潜がこんな行動を起こしたというものでしたが、軍事的に考えると不条理ということです。単純に考えても潜水艦というものは海中に潜んでその居場所を敵に悟られてはいけない存在のはずです。これは中国海軍のこの昭九原子力潜水艦だけではなく、現在活動中の潜水艦は敵に己の位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の前提条件であるはずです。そうでなければ潜水艦の任務を遂行することはできません。現在ある潜水艦はその使い方によって、
大きく2つに区別されるようです。一つは今回の小級のような戦術的攻撃型潜水艦で、もう一つは潜水艦搭載用の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦です。と言っても真のところはどの潜水艦でも大した差がない。同じようなものと言えましょう。なぜなら潜水艦は敵の攻撃に対しての防御力が高いとは決して言えない兵器です。つまり居場所を特定されてしまったら、水中に潜んでいる優位性をなくすことになり、敵の攻撃を受けたら行動を封じ込められてしまうことになるからです。香港のマスコミでさえ、小級潜水艦は海上自衛隊に位置がバレてしまったが、それに気がつかず尖閣諸島の近海へ侵入してしまった。しかし海自の必要な追尾に逃走を諦め、浮上しなければならない羽目になったと指摘しました。この小級原子力潜水艦の初舷ですが、全長 107M、 幅 11M 潜水艦の大きさを表す排水量は6000から7000トンで、2006年平成18年頃から収益が始まった艦ということです。小級原子力潜水艦は形式的には093型原子力潜水艦に分類されます。091型艦旧原子力潜水艦に続いて、中国海軍が建造した国産2番目の攻撃型原子力潜水艦と認識されている潜水艦です。ちなみに昭は中国古代に存在した伝説に近い王朝で、殷とも呼ばれます。漢は項羽と劉邦の戦いで有名な前漢、三国志の前時代である五漢などでご存知の方も多いと思います。共に歴代王朝の名前を潜水艦の名前につけるところに、中国のプライドが感じられるような気がします。さて、小級原子力潜水艦の3、4番艦は長さが少し延長されて、騒音が抑えられた改良型になっています。続く後、6番艦にも改良が加えられたので、バージョンアップしていると予想されます。093型小級原子力潜水艦の後継として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画が進行しているとみられます。敵に発見されないための静粛性を向上させ、対地上攻撃用兵装も充実させた新型艦が2020年前後には収益をスタートすると推測されています。新型095型原子力潜水艦が収益したことが確認されるまでは、現状の093型小級原潜が中国海軍における最新鋭攻撃型潜水艦と考えても差し支えはないようですが、今回浮上した、させられた対象の艦は改良型 093A 型だったようですね。この海事に追尾されて浮上したという今回の行動が、本当に093型小級原潜の実力だったなら、日本側にとっては組みしやすい相手と判断できますから、むしろありがたいと思える存在のようにも思われます。もともと
海上自衛隊の潜水艦探知能力というのは、太平洋戦争後の東西冷戦時代、当時のソ連の潜水艦を敵と仮想して培われてきたと言われています。旧ソ連の崩壊から30年以上も経過していますから、さすがにこの分野については数で言えば中国にかないませんが、質では日本がはるかに高いと言えるようです。海自は仮想敵の潜水艦を封じ込めるため、長年にわたって領海の海底にセンサー網を張り巡らしているそうです。だからこそ中国の潜水艦を個別単位で識別もできますし、驚くことに出航した時からその動きを刻々と追尾することも可能と考えられています。その理由は、潜水艦にはそれぞれの艦に応じた音紋と呼ばれるものがあります。人間でいう指紋のようなもので、同じものはありません。この潜水艦ごとの音紋のデータを海自は保有しているのです。日々の任務で収集活動を行う中でコツコツと蓄積されてきたもので、言うなれば日本の領海防衛の用途例えられる根幹となるべき情報なのです。今回は中国潜水艦が日本領海に侵入する恐れがあると判断した海上航空の両自衛隊が艦船や航空機を出動させ、2日間にわたって追跡を行いました。そして最終的には護衛艦がアクティブソナーを使用して警告を発したそうです。この追尾行動には海上自衛隊の潜水艦も参加していたと思われます。しかし位置を把握されないように積極的な行動を起こすことなく、護衛艦のアクティブソナーに対応を任せた状況だったと考えられます。潜水艦の基本的な任務に徹したとも言えるでしょう。このような観点から見ると、いざとなったら海自潜水艦が当該原潜を沈めてもおかしくなかったのではないかという意見もあるようですが、ちょっと飛躍しすぎていると思われます。中国海軍がどんなに挑発的行動をしてこようと、自衛隊は実際の武力行使に及ぶことはありえません。それに至るには政治的なハードルが高すぎますし、撃沈という事態になってしまったら、平和憲法下の日本は国際的にも非常に難しい立場に陥ることになるでしょう。最近の紛争を見ると、先進国の軍隊は自軍の損害をなるべく少ない範囲で抑えることが作戦行動の大原則となっています。アメリカのイラク攻撃のような一方的な展開は現在では起こしにくいのです。アメリカほどの超大国でも国際的非難にさらされることはなるべく避けたいと考えているはずですから、もちろんこういう状況は中国でもある程度までは同じ感覚でしょうが、中国が自国領土と主張する地域、南シナ海、台湾など、そして尖閣諸島にも進出してくる可能性は十分あります。そうした事態の抑止力として、今回は中国に対して自衛隊の鉄壁ともいえる防御網を知らしめることになりました。日本がその気になれば、
自分たちは撃沈されるかもしれないと思わせたことが重要だったと考えられます。